スイスの地図スイスの地理では、スイス連邦における地形や自然など、地理の概略を示す。シャフハウゼン近郊のラインタキスイスは、ヨーロッパ中央部に位置する内陸国である。面積は4万1290キロ平方メートルと、小さな国で、うち96%の3万9770キロ平方メートルが陸地である。周辺には東にオーストリアとリヒテンシュタイン。 南にイタリア、西にフランス、北にドイツと接する。スイスは南のイタリアとの国境近くにアルプス山脈がそびえていることでも広く知られており、その北側には国の中央を東西に渡って大地が広がっている。国民の大半はこの大地上に住んでおり、国の西側のフランスとの国境にはジュラ山脈とレマン湖がある。ドイツとの国境は西側は ライン側によって隔てられ、東側はボーデン湖が国境となっている。現在スイスには23の州があり、このうち3州はさらに2つずつの順州に分割される。スイス高原に位置する州は人口が多く産業が発展しており、プロテスタントの信者が多いのに対し、アルプス山脈に位置する州ではカトリックが信仰されており、 人口が少なく観光収入に依存する部分が多い傾向にある。また、スイスでは4言語が公用語として定められており、人口の60%がドイツ語、20%がフランス語、6.5%がイタリア語、0.5%がロマンシュ語を話している。シュトベルンを境に、東ではドイツ語、西ではフランス語の和社が多く、南のティジーノ州ではイタリア語の和社が、 人口の過半数を占める。一方で、ロマン主語は、グラウビュンデン州の一部などで話されているのみに、とどまっており、絶滅の危機にあると言われている。ベルン近郊のスイス高原の代表的な風景、スイスは、国土の南西のレマン湖から、北東部のボーデン湖まで標高600メートル前後のスイス高原が広がっており、高原上は、緩やかな丘と、 湖や川によって形成されている。スイス最大の湖であり、フランスとの国境になっている、レマン湖やドイツとの国境になっている2番目に、大きいデン湖をはじめ、全域がスイス領内にある湖としては最大である、ヌーシャテル湖も、高原上に位置している。また高原には、ローヌ川、ライン川、アーレ川、トゥール川の4本が流れており、いずれも源流は、アルプス山脈にある。 このうち、シャフハウゼン近郊のライン側にあるライン滝はヨーロッパ最大級の滝としても有名。現在この高原はスイスの面積の1、3を占め人口の2、3が居住している。特にレマン湖やチューリッヒ湖周辺に人口が集中し多くの産業の拠点ともなっており、高原における農業は小規模で非常に集約化されている。 スイスの象徴であるマッターホルーンアルプス山脈はヨーロッパにおいて南欧と北欧を隔てるようにスイスとイタリアの国境付近にそびえている。スイスにはアルプスにおける交通の拠点がいくつもあり、これらを管理することがスイスの歴史上でも重要なこととされてきた。スイスの2、3の面積を占めるアルプス山脈の平均標高は1700メートルで、 このうち4000メートルを超える山は48ある。アルプスは西方において重要な水源となっており、北海に流れ込む水のうちに3がアルプスから流れるライン川やアーレ川によるものである。またドナウ川の支流であるイン川からは国海に4.4%の水が供給されている。またアルプスを覆う氷河は1200キロ平方メートルにも、 上り中央ヨーロッパにある氷河の大部分を占める。アルプス山脈は、スイス最大の観光名所であり、また、スイスの象徴である。スイス最高峰のモンテローザのほか、マッターホルムなどはメディアがスイスを表現するにおいて、最も頻繁に登場するものでもある。また、アルプス山脈の南にある、ティチーノ州は山脈によって、他のスイスの地域と隔てられているため、 スイス国内でも特にイタリアの影響が強い地域となっている。ジュラ山脈はスイスとフランスの国境にある石灰岩でできた山脈でレマン湖からライン側にかけて広がっている。このジュラという名前は地質時代のジュラ紀の由来となっており、石灰岩からは多くの恐竜の化石や足跡が発見され、考古学上最も重要な地域と位置づけられている。 スイスの欠片の気候区分スイスでは、高原では比較的安定した気候であるが12月初旬から3月にかけては気温が低下し、アルプス山脈やジュラ山脈の標高の高い地域、特に氷河があるような場所では、より寒さが厳しさを増す。一方アルプス以南のティチーノ州では、スイス高原よりも気温が2度から4度高く、亜熱帯の植物も自生している。 結辺の気候区分では、スイス高原は海洋性気候、アルプス山脈はツンドラ、または高山気候に分類される。海洋性気候は天候が不安定であり、スイス高原では曇りの日も多いが雲によって夏は涼しく、また冬は穏やかになっている。ジュラ山脈では、スイス高原よりも若干涼しく、アルプス山脈では、 標高が高くなるにつれて気温が下がり降雪量が多くなる。近年では大気汚染や酸性雨といった環境問題も起こっている。ありがとうございます。